どうもタブヤンです。 FF ことマジカルファイター、まさかの2回目配信ステージね、全8ステージあるんですけども、初見プレイで4ステージまで来ました。さあ装備をね新しくしましたので戦いたいと思います。あー何これ、なんかね、おお壁狙ってくるね、マジか、やばい、おほお狙いを定めてくるね。なんかね、あの装備攻撃をね、武器、あ何これワープダブル、あなんか情報を言ってたよね王様が、ダブルをダブルがポイントみたいな。いやこの武器どうなんだろう微妙な武器だね。でも前方への攻撃はなんかね良さそうなんで、あーやばいやばいやばい、よし今のところノーダメージだぜ。あダブル、さあもうねちょっと手が疲れてきたんでね私の連射機能付きコントローラーホリコマンダーに変えたいと思います。あーだいぶ楽だ地味にちょっと親指がね疲れてたんだよね。ホリコマンダーちょっと十字ボタンがね押しづらいんだよね。うわこれひどい、これあー嘘、え、通れなくなった。なに？どうしよう。マジック。リケーンってなんだろうね。リケーン使ってみよう。マジックの使い方。A ボタン。使ったけど、あ、体力回復した。これ強烈。あ、ボス戦？オッケー。え、どこ攻撃すればいいのこれ。あ、真ん中開いた。今一瞬開いたね。オッケー。おほほ。そういうこと？真ん中が開いた時に攻撃する。ちょ、あー、やばい、真ん中開いた時、あ、やばい、ちょっと体力回復アイテム、あ、ないー、ちょここはでももう勝負に行こうか、一発勝負行きましょう。あ、緊張する、やばいやばい、怖い怖い怖い、ちょっとダメージ受けると死ぬよ。危ない、うわ緊張感、あーやばい、負けましたくっそさあボスまで戻ってきました。このゲームのボス耐久力があるんだよねやばい、マジックリケーン、
やっつけたー、危なかった。いや、こいつも強かったね。おお、マルク、よくぞ来てくれた。あの日以来、地面から生え出したクリスタルが今じゃ町の周りを取り囲んでしまった。このままだとこの国はクリスタルに覆い尽くされてしまうだろう。このなんか秘書みたいなおじいは同じなんだね。日記0127、これがステージ4クリアのパスワードですね。行きましょう、ステージ5。さあ行きましょう、ステージ5。なんか分かりにくい。脳みそみたいな、なんか DNA みたいな感じだな。敵と背景との違いが分からん。見づらいなこれ。なんだこれ、なんか角アメちゃんみたいな感じですね。なんか美味しそう。なにこれ、倒せない、また火力不足か。全然倒せねえ。倒せないとね、ゴールドがたまらないからな。ヒットポイントね、またねアドパワーでアップさせましたよ。ヒットポイント6、最大ヒットポイント64。何？え、ダメージ受けてる。なんで？早く倒さないとこいつフラッシュ的な攻撃するんだ。やっば。スピードが速くなった。やばい。やばい。長いなこのステージ。あー、めっちゃダメージ受けてる。どうしよう。ここはちょっと一旦戻りましょうかね。キュームだったっけ、戻るのね。スキューム。いや、ボスまでたどり着いた。アイテムとマジック全部使っちゃったね。なにこれ、どこだ、真ん中だね。冷静に冷静に。あ、近いな。あー、やめ、ダメージ受けた。こいつら雑魚倒してもゴールド入らないね。ちょうど当たるとこ、ちょうど当たるとこ。おーい、またお約束の長期戦か。あ、これはちょっと無理だね。武器によってはね、攻撃できる場所なんだろうけど、もうちょっといい場所に。あー、やばい、やられた。よし、チャンス、ここはチャンス。お、結構ダメージ与えたぞ今。いいよ、
外れの場所だ。冷静に冷静に。よーし、やりました。ゴークリア。あ、女性女王様ですね。マルクよく来てくれました。この国には芸術家が大勢いたのですが、そのためか絵の具や絵でいっぱいになってしまった。いいことじゃないか。いや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 、別にいいんじゃないのそれは。だんだんネタがなくなってきたのかな。日記書きましょう。ステージ5クリア7013。ステージ6に向かいましょう。1954ゴールド。さあ行こう。ステージ6。最強の石というね、ちょっと装備見てください。最強の石っていうの買いました。あ、何これ。すごいね。攻撃が、こう、後ろ、それから上下にもできるようになりましたね。連打ができないんだねこれ、連射。あ、これ詰まるのか、マジか。わあ、めっちゃ攻撃激しい。あー、ちょっともうやばいね。戻りましょう。パワーウィング。さあ、ステージ6のボス戦まで来ました。なんだ？なんだ今の攻撃。うわー、うわうわうわ、やっばー。何今のビッグパック。ビッグパック使おう、2つ。さあ、もう、わあ、きつい。なんかあのレーザービームみたいなのがやばいね。これ早い。今のうちに綺麗にしとかないと。ああ、やめて。よし、ダメージを与えてるよ。あー、詰まった詰まった、やめて。よし、ダメージを与えてる。綺麗に綺麗に。よーし、倒した。なんかボスの方から寄ってきてくれるのがね。初見でクリアできました。イエーイ。さあ、ステージ6クリア。ステージ7。ああ、マルク、よくぞ来てくれた。噂は聞いておるぞ。世界を救えるのはお前だけじゃ。この国はどういうわけかテレビの中の世界になってしまった。テレビを見るのは楽しいが、テレビの中というのは困りものじゃ。ファミコンもできんしな。ソジの働きに期待しておるぞ。わかりました。さあ、ステージ6クリアのパスワードはこちら、0926。さあ、ステージ7行きましょう。エンジンをね、一番最強のクォークエンジンに変えました。ちょっとね、武器は変えなかったね。さあ、初見でまずはちょっとゴールド貯めて武器買いたいな。RPG っぽいよね。テレビの中な、トランジスターとかそういう意味か。テレビの中ってそういう意味なんだ。なんか芸能人と会うとかそういうと思ったんだけどな。全然違ったよ。ミクロの世界ってことだね。オッケー。
さあ戻ってきました。宿屋にまず泊まりましょうね。このシステムは変わってないですよ。ゴールド2000ゴールド貯めれたので武器買いましょう。ショットすごいよね、このクラッシュビームって24000って。むちゃくちゃだな。トリプルレーザー、ワイプレーザー、ワイプレーザーぐらいでいいかな。ワイプレーザー、さあ装備しましょう。ワイプレーザー、そして最強の石を撃ってしまいましょうね。最強の石撃っての、ショットはもういいし、シールドって何なんだろうね。銀のシールド、ほうほうほう。アイテム、アドパワーでね、これ最大ヒットポイント上げるんですけど、上げましょうかね。アドパワー、オッケー。さあこれでいこう。おお、前方への攻撃がかなり良くなりましたね。これボス戦にもこういう方がいいしね。さあこれでいこう。さあステージ7のボス、回復アイテムとか全然ないからね、やばいよこれ。さあどんな攻撃、おお。ほんなら両サイドをまずやっつけれるのか。めっちゃダメージ与えてるけど、どういうこと。ああやられた。ああやばい。弱点っぽいよねここ。あ、砲台が1個なくなったね。これは長引きそうだ。まずは砲台を倒さないといけないんだね。よし、あと上だけ。よし、破壊した。真ん中、わー攻撃きつい。レーザービーム、あーぶつかってる、やばい、死ぬ、やばいぞこれ。慎重に慎重に、わずかな隙。あー無理だ。あーやばい、死ぬ、やばい。うまいことタイミングが合わないね。一撃必殺で、あーダメか。よし、ちょっとずつ。一瞬の隙だねこれ。いやー緊張する。よーし倒した。いやー厳しかった。残りヒットポイント14。ステージ7のボス倒しました。あーマルク、よくぞ戻った。この国の上空に神殿ができつつある。どうやらディメンジョンストーンはその神殿にあるらしい。おお、最後の戦い、ステージ7クリア。ディメンジョンストーンを取り戻し世界を平和に。よくやってることがわからないんだけどね、なんか意思を取り戻したらいいんだね。頑張ってくれ。シンプルな一言ありがとう王様。3280がステージ7クリアのパスワードですよ。さあもう1時間以上やってるな。どうしよっか。
ちょっとね、ここで区切ろうか。ね、区切りたいと思います。まさかのね、単発実況が前編中編後編の3部作になってしまいました。次回ステージ8、まあ、クリアできるかどうかはね、私の実力次第、どうなることやら。それではまた、さよなら。